情報を見るのに便利なスマートフォンですが、実は情報を集めるのにも使われます。何を集めるのか。それは声。未病のサインは声にも現れます。声の状態を分析し、喜怒哀楽を読み取るソフトを開発したのがヘルスケアニューフロンティアに賛同し、東京から横浜に本社を移転してきた PST。 まずですね、私たちが一番注目したのは脳の活動です。脳の中で感情だとかそういうところを司る部分がありまして、そこと自律神経がよく、つながっておりまして、心臓だとかいろんなところつながっています。特に声帯につながってまして、この声帯の状態が硬くなったり柔らかくなったりいろいろするわけですね。その状態を見ることによって、脳の中の特に感情を司る部分がどうなっているかと、そういうところを見る技術を最初に作りました。ここにありますソフトウェアがそうなんですが、これのこの部分、声の成分を落ち着き、怒り、喜び、悲しみ、強さに分け、その中から本当の気持ちの状態を一番上に表示します。こんにちは。実際に声と感情の関係を見てみましょう。次に喜んでみます。やったやったと喜んだつもりが、怒りの反応が強く出ています。逆に自然にフフフと笑った時は、喜びの感情が表示されました。次にじゃあ怒ってみます。本当もう信じらんない。次は怒ったセリフなのに喜びが表示されています。ソフトは騙せないようですね。現在この技術をスマートフォンに入れ、自分の声の状態を毎日チェックできるアプリを開発中です。自分の特徴を自分で自覚できるようにする。そうすると追い込んでしまったりだとかいうことがなくなってきて、非常に健康な状態を維持することができる。そういうことを目的として作る。